奈良市は奈良県の北部に位置する市。奈良県の県庁所在地であり、中核市に指定されている。奈良時代に都が置かれたことからことと呼ばれる。また京都に対して何都とも呼ばれた。奈良時代に平城景が置かれたことであり、天平文化が花開いた地として知られる。現在の奈良市は奈良県の北部一帯を占める広域市で同時に奈良盆地の北端にもあたる。 市東部は山と高原の一部をなし、標高300メートルから600メートル級の高地が続く。市街の北は古代に奈良山と呼ばれた丘陵地帯で京都府と接している。奈良山を越えて山城と通じる奈良坂は古くからの重要交通路の一つ。地域は東西に広く、東部の山間地、文化財を多数。 かえ国際観光文化都市としての顔を持つ、中東部の市街地、大阪の衛星都市としての性格を持ち住宅地として、開発が行われてきた西部と複数の顔を持ち、同じ市内でありながら、地域の雰囲気、住民の思考は違いを見せる。白号寺から見た奈良盆地奈良市中心部周辺の空中写真。2008年5月15日撮影の25枚を合成作成。 国土交通省国土画像情報をもとに作成。古くは今の奈良市域を天と称した。市街地が広がる一帯は平坦な地形で、この奈良したような地形が奈良の都市名の由来となったのではないかとする説が有力である。語源の詳細に関しては奈良語源を参照。 現在の漢字表記は、奈良だが、古文書等の中では、奈良、姉楽、平常王とも表記されている。瀬戸内海式機構と内陸性機構を合わせ持つ。市街は盆地に位置するため、夏と冬、そして一日の気温差が大きい。平常系の復元模型東大寺薬師寺幸福寺、吉野理事表出陣者施政志向以前の地域の歴史については、 奈良も三省なら市街地の西には、上鍋古墳など5世紀の巨大古墳が築かれ、先立列古墳群を形成している。和名称に見える、大和国添上群三村郷、陽生郷、矢島郷、大岡郷、春日郷及び天下軍先座と鳥貝座との地であった。現在の地域周辺が日本史の舞台に登場するのは、710年にとが藤原慶から、 平城京に戦ってからのことである。その後、何度か短期間の戦闘があったものの長岡京に戦る7 8 4年まで、この地位が日本の中心となっていた。長岡京への戦闘後も、東大寺や薬師寺、幸福寺などの仏教人勢力がこの地域に残り、なんとと呼ばれた。中世になってからも、幸福寺が大和守護職に認じられるなど広大な荘園を有する。 仏教人勢力は依然として影響力を保持していた。むしろ大寺院の勢力は戦乱の時代においてこそ影響力が大きく、そのために何度か戦火に見舞われた。二度の大仏消失事件などはその象徴的な出来事と言える。しかし、室町時代から戦国時代にかけて他国及び近在の所領も含めて在地の山和武士団が 実効的な支配を行うようになったために、大事委員の勢力は衰えた。江戸時代には、江戸幕府の奈良奉行が設置されて、天領として徳川家の直接支配地になった。江戸時代の寺町の雰囲気を残すのが奈良町である。また、現在の市域の南部は伊勢国の津藩の飛び地であった。同じく奈良市域の北東部は野牛藩の領地となっていた。 太平洋戦争中は、同じ宗教都市である、京都市と共に大規模な空襲は受けなかったため、21世紀の、令和現在も多くの文化遺産が残されている。行政組織の詳細については、奈良市役所を参照歴代市長1889年町村政施行により、奈良町が発足、役場が当時林町の野牛判定跡に置かれた。 市政施行以降も1977年まで同地に庁舎があった。同年2月11日に二条王子南一丁目の現庁舎へ移転した。奈良市では市役所を奈良市長と称する。詳細は奈良市議会を参照詳細は奈良県議会を参照姉妹都市その他奈良県は一人当たりの県内総生産が47都道府県中裁会である。 奈良市は県庁所在地であるため国の機関や各種金融機関、大企業の支店が集積し、多くは近鉄奈良駅や新大宮駅の周辺に集中している。奈良市に本社を置く企業には、南都銀行や県内でバス事業を展開する奈良交通がある。また、奈良県一円に鉄道網や事業を展開する近鉄も奈良県の経済に大きな影響力を持ち、 グループ企業の奈良交通とともに観光産業と密接な関係を持っている。年間観光客は約1400万人に及ぶが、近年の奈良観光は修学旅行を含め、京都市や大阪市の宿泊先から日帰りで行われることが多く、宿泊施設は部屋数、稼働率とも全国的に見て低い。大規模商業施設は近鉄百貨店、奈良、ファミリーパラデミナーラがあり、 高野原駅、学研奈良富ヶ岡駅駅前の傷が足、生駒市との市境にショッピングモールが営業している。市内の商店街に、小西桜通り商店街、東向商店街も、チードのセンター街などがある。飲食店等は、JR 奈良駅、近鉄奈良駅周辺、三条通り、新大宮駅周辺に多く、学園前や押熊のロードサイドにも、隠し店舗が増加した。 筆、炭などの伝統地場産業が存続しているが、経済的な規模は大きくない。市内南部に大和ハウス工業や積水化学工業、スケーター、第一加工など、ハウスメーカーやプラスチック製品企業の大型工場が稼働している。1950年以降、学園前駅を中心とした平常旧石井製の地域において近鉄グループを中心とした。 民間企業主導の宅地開発が行われた。大阪のベッドタウンとなっているため、大阪府への通勤、通学者が多い。2010年に開催された平地路線と1300年祭を、機に JR 奈良駅周辺連続立体交差事業や、大宮通り線の一部高架化が行われ、市内の景観は1988年の奈良、シルクロード博覧会以降大きく変化した。 県都市が進めた、市内中心部の高級ホテル、児童向け職業体験型施設、その他施設誘致は失敗した。平常旧石第一次大極電復元、東証大寺近道修復、幸福寺が乱復元などの工事も行われた。カテゴリー、奈良市の企業も参照奈良地方裁判所、平成22年国勢調査より前回調査からの、 人口増減を見ると0.97%減の366,528人であり、増減率は県内39市町村中8位。2005年の人口は奈良市、月ヶ瀬村、杉村、合算奈良女子大学級本館国立県立市立、県立市立市立廃校、統合、平成以降のみ、国立市立市立、廃校、平成以降のみ、 国地私立私立以上は、周廃局奈良市内の郵便番号は、以下の通り。近鉄奈良駅 JR 奈良駅、若草山、東大寺を背景に、平城宮跡を通る近鉄特急鉄道では、JR 西日本が治める地域は少なく、西部の住宅地の通勤需要はもっぱら近鉄が、になっている。市内の道路は、交通量に比べて狭い道路が数多く見られ、 47都道府県庁所在都市で唯一、高速自動車国道がないが、一般有料道路で大阪都心部に接続する。計画中の京奈和自動車道についても、市内を通過する区間のルート作転ができず、難航している。休日には、慢性的に渋滞も発生する。JTB 時刻表によると、中心駅は JR 奈良駅とされているが、乗降人員は、 近鉄奈良駅の方が多い。両駅は直線距離で約900メートル離れている。西日本旅客鉄道上記に加えて、木津駅を終点とする奈良線も同駅へ乗り入れる。全列車が関西本線を経由して奈良駅へ乗り入れる。通常ダイヤにおいて特急などの乗車券の他に別料金が必要な優等列車が走っていない。特に奈良県は、 JR の鉄道路線がある46都道府県で JR の特急列車が1本も走らない唯一の都道府県でもありさらに2006年3月18日のダイヤ改正で急行カスガが廃止されると同じく46都道府県で JR の優等列車が1本も走らない唯一の都道府県となったまた同じく急行カスガの廃止以降は奈良県内の JR 線では 機動車による旅客列車が一本も走っていない。近畿日本鉄道高速道路一般国道奈良市内の国道369号線主要県道一般県道幹線市道民間有料道路奈良公園の鹿島、正大寺近道最大寺本道神社寺院間外仏、地獄谷セックス仏平城宮須坂門と、若草山の山焼き奈良国立博物館級。 奈良監獄奈良市総合観光案内所、奈良県立図書情報館奈良市、河野池陸上競技場閉館、閉園した施設サッカーバスケットボール生館会、学術芸術芸能マスコミスポーツ選手、カテゴリー、奈良市も参照行政観光。ありがとうございます。